木曜新美術館。こんにちは、木曜新美術館マトクロッソ TV、いよいよ第3回目を迎えています。今日もですね、面白いアーティスト、そしてすごい研究室を紹介します。ご期待ください。まずはザ・アーティストのコーナーです。今回のアーティストはアニメーション作家和田篤さんです。作品名はグレートラビット。まず作品からご覧いただきます。いかがですか、和田さんの作品は本当にオリジナリティが溢れてるんですよね。この作品はなんと第62回ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞しました。和田さんに直接伺った時に、仏画に影響を受けているというふうに言われたんですけども、まさに色も形もそして音も全体の雰囲気もですね、まあ日本独自の色合いがすごく強くなっていると思います。和田さんの作品はご自身は気持ちのいい動きと間をテーマにしているとおっしゃっています。まさにですね、この間、誰も真似できないようなこの間がありますよね。そしてこの気持ちの良さは肌触り感といいますか、まるで作品を触っているかのような感覚に見る人はなるですね、作品になっていると思います。海外で多分どんどん受けていくだろう、また作品、これからも期待しています。さて続いて日本スゴ研究所のコーナーです。今日のスゴ研は筑波大学岩田博研究室です。今回紹介する作品はメディアビークルです。まずは作品からご覧いただきましょう。筑波大学の岩田です。私は、触れた感覚をどうバーチャルな世界で、実現するかというそういう、研究をやってきました。例えば映像の世界に 手で、触れた場合に硬いとか重いとかっていう感覚をどう作るか、それから、バーチャルの建物の中に入った時にその中を自分で本当に歩いて、探索するというような体験を、どうすれば実現できるかということについて、いろいろ研究をしてきました。その一環で、メディアビークルという、作品があるんですけども、これはそのバーチャルな世界に自分が入り込んでその中でいろいろ動き回った、感覚、それを、味わう、装置です。そういう、触覚のメディア技術をいろいろ研究してくる過程で、この技術そのものがアートになるんじゃないかというふうに、思いついたわけです。これがメディアビークの中なんですけども、ここにプロジェクターがあって、映像はこのカプセルの内側全部に映ります。で、この状態で、閉めると、完全に映像の世界に没入できるわけですね。この脚部ですね、この車輪がついている脚部がモーターでこういろいろ動きます。それをいろいろコンピューターで制御してあげると自由な傾きが実現できるですね。今ここに、カメラがありますけども、このカメラで撮った映像がそのカプセルの内側に映っています。180度の、非常に視野の広い映像が映ります。それからこれが、位置を検出するセンサーで、このカメラがどこにあるかっていう、それを検出するセンサーなんですね。でこのセンサーのデータに基づいて、このメディアビークルを動かしてあげると、このカメラの動きがそのまま伝わります。で、これが右に傾くと右に傾いて、左に傾くと左に傾く、前に傾くと前を向いて、これを組み合わせるとこう自由にこの動きが変わります。中に乗ってる人がどう感じるかっていうと、私の手のひらの上に乗っかって、あたかもこう音遊ばれてるような感じ、そういう体験で。岩田研究室、岩田先生は、
デバイスアートというジャンルを提唱しています。このデバイスアート、日本初の新たな芸術として私もずっと注目しています。この科学と技術が融合した芸術というわけなんですね。特徴は3つあります。1つは部品や技術やツールを隠さない、それらも含めてですね、コンテンツとしてるんですね。で、2つ目は、デバイスやガジェット、この日常生活の中で、使っていくことを目的としています。それで3つ目が、発想の背後に日本的な要素が入っている、日本的な感性が入っているということなんですね。先端技術と出会ったことで遊び心あふれる存在となっていくデバイスアート、これからも期待してます。